大谷選手はこの日、最も活躍した DH に贈られる、エドガー・マルティネス賞も4年連続4度目の受賞を果たした。移籍1年目の今季は2年連続の本塁打王と日本人初の打点王の2冠、さらに59盗塁で史上初の50本塁打、50盗塁を達成。21日に発表されるナショナルリーグ最優秀選手、MVP の最終候補3人に入っており、エンゼルスでプレーした2021-23年のアメリカンリーグでの選出に続き、2年連続3度目の受賞が有力視されている。